Hello everybody, how's going? どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。吉本新喜劇の森田信之でございます。本日もこちら道頓堀は1丁目にございます益田屋船4階ロカフェうさぎさんよりお送りいたします。題して森田信之はこの番組は吉本新喜劇に一夜頑張っております。私森田信之が毎回新喜劇内外通ずいろんなところからですね、パートナーのことを迎えしてグローバルの情報から半径20センチで小さな笑いまでを皆様にお届けするバラエティとなお時間となってございますね。ずいぶん寒い状況でございますが、すいません半袖でね、別にあの半袖じゃなくてもいいんですけど、ちょっとね、昨年末にちょっとこのハリー画伯というね、ちょっとお知り合いの方でございましてね、こういう絵を描いておられる方がいて、原画展みたいなのをやってはったんですけど、絵を買うお金はなかったんですけどね、なんぞこうたげんとみたいな感じの空気になってね、まあ、T シャツやったらね、こういうところに来て紹介できるなと思ってね、こういうちょっとね、まあ可愛らしい、デザインのね T シャツっていうのは、まあ、絵を描いておられる方で、あのブラックライトを照らしたらまたこうすごい色になったりするような絵とか、まあ、こういう感じの絵を描いておられる方がおられます。ハリー画伯ね、もしよかったら検索をかけてみてください。多分お揃いの T シャツを売っておられると思いますよ。また後でね、T シャツに関してご紹介したいやつがございますので、ゲストの方と一緒に紹介したいなと思いますけども、この番組は、ただいま乗務員募集中でございます。サンゴタクシーグループ大阪市内発車でございます。サンゴと書かれたタクシーでございますが、GO というアプリで呼ぶこともできますので、ぜひとも、まあ、GO を、ね、ご利用いただきたいでございますが、まあ、私まだ GO 持ってへんねんという人ね、おられましたら、私が、ご紹介をすることができればですね、お互いウィンウィンの関係で、2000円分のクーポンついてくるんでね、使ったら、なんか でもあれも2週間ぐらい使わなかったからね、そないタクシー乗らへんねんな。でしかも2000円分割引けたらいいんですけど、500円ずつしか使えないってね、なんか得してるのかどうなのかよく分かんないやつですけど、まあ、もうね、500円引かれだいぶ大きいんで、もう面白かったらね、私紹介してくださいっていうコメントください。 GO が入ってへんとね、乗務員は常に募集してございますのでね、ぜひともご利用いただきたいんで、あ、じゃあご利用じゃない、お仕事ないよ、でも車の免許取れるよってことね、車の免許持ってるよ、5年以上経ってるよ、そういう方日誌免許取るお金出してくれますから、こちらの方にぜひぜひご連絡ください、どうでもいいことでございますけどね、明日私運転してますよどういうことでどうでもいい話ですね。明日私運転する予定ですね。どうでもいいことですね。続きまして、なんだ、あ、ご自宅なので空いてる土地ございませんか。津田建設が全てお手伝いさせていただきますので、ぜひともお気軽にお問い合わせくださいね。まあまあ、自宅で空いてる土地あってもね、ほったらかししてても税金がだらだらかかるだけでございますのでね、まあ、コインパーキングとかに書いて収益の上がる物件にしてみたらいかがでしょうか。見積もりは無料でございます。もうあの地盤、まあ自宅がね、どんなことになってるかその知りまへんけど、まあ、例えば自分とこの車持ってたけど今もうカーシェアで駐車場空いてんねんっていうやつをね、もしあれやったらね、コインパーキングがやってね、ちょっと人が車を止めるようにしてみるとかね、そんなこともできますので、でまたコンクリートの方もやってはりますから、どちらでも結構でございます。お気軽にお問い合わせください。見積もりは無料です。はい。そして鶴橋で餃子といえば魅力店、鶴橋で大体お食事食べる言うたら、まあ韓国料理焼肉とかなるんでしょうけど、実は餃子のすごく美味しいお店があるんです。まあ鶴橋の駅降りまして千日前通りを、東の方に行きますとアーケードがちょっと切れたぐらいのところに、黄色い看板の右手でございます魅力店というお店ございますのでね、カウンターで奥ちょっとね、まあまあ掘りごたつみたいになってるところがございますけども、6人ぐらいですかね、カウンター何人ぐらい座れるんですかね、まあ、焼き餃子はともかく、もちろんのこと水餃子スープ餃子が絶品でございます。ぜひともご賞味いただきたいなと思います。この番組を見たよと言って、ドリンクワンドリンクサービスというね、何度も言わせていただきましたが、出るかどうかはその日の気分、そんな感じでございます。もしママさんがいてたら、まあ、出してくれると思いますが、ぜひともいってください。よろしくお願いします。
で、この番組並びにレディオワールドの森田の場所、オーマイ神様では常にサポートしてくださる方を募集してございますので、何でも結構でございます。出張で何回来てほしいなとかでも結構です。お気軽にこちらの方お問い合わせください。よろしくお願いいたします。はい、そんなわけでございまして、ゲストの方がちょっと到着して待ってくださってますのでご紹介したと思います。毎年恒例でございましてね、新年一発目でございまして、今回ちょっといろいろございましてね、3発目ぐらいでございますけども、前野真美さんでございます。どうも、こんばんは。どうも、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ありがとうございます、ね、こんばんは。こんばんは。まあまあ、ご挨拶してますけども、はい、本年もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、ね、なんですか今日はちょっと、はい、清楚といえば清楚だし、はい、はい、なんかサイズ感がちょっと胸のあたり苦しそうやなといえば苦しそうですけど、大丈夫です、入ってます。入ってなかった。入れば大丈夫です安村さんみたいに大安心してください、はい、入ってますよ。入ってます、はいはい、あれは今日何を飲んでおるんですか。あ、今日はホットのお紅茶をいただいております。あら、まあエレガントな。寒いですね。寒いですよ、ね、でも私はギンギン体に冷えるビールをいただこうと思います。すいません。やだ、ね、やだね。半袖です。すいません、ね、すいただきますよ。うまいね。ここで飲むビールが一番うまいね本当に。先週ここで、まあ、これ収録させていただいたんですけど、はい、たまたま夜公演との合間でございましてね。はい。で、ノンアルコールビールを飲ませていただいたんですね。で、ちょっとね、まあ、いろいろこう気を使っていただきましてね、はい、ライムが入ってる方が美味しいっていうことでね、はい、まあ、いただいたんです。私はちょっといらんことせんでええねんって言ってしまってね、ものすごく皆さんが不機嫌になったんでねお店の方がすごく不機嫌になったんですよ、ね、すいません、いらん一言が多い。そうなんですよ、本当ね、今年もね、よろしくお願いします、本当に。はい、私が正していきますので選挙でんのか。 ありがとうございます。選挙でんのか。皆さん、ありがとうございます私がこの腐った腐った世の中をと森の上司、はい、腐った森の上司を変えていきます。ありがとうございます、変えてください本当にね。もうそろそろ年男も過ぎましたからね。まあ今年はね、ちょっとね、いろんな年、いい年にしなければと、はい、年男差しでよくなかったんでね。あ、そうですか。はい、元気でこうやってビール飲めるということがもう幸せです。いや本当にね、はい、ありがたいですよ。その、まあ、声の調子もこうやって出るからよく、まあ、まあ来ないですけど、別に気をこう、なんていうか、なんですかね、気をもむ人もないので、まあ声飲んだら声がどうのこうのとかなる必要ない。なぜなら何にもないから、うん、何にもないね。何もない。もうお客さんどちらもねっていう声さえ出りゃいいですよ私はもうお客さんどちらもねって言って、ご乗車ありがとうございますね、どちらまでお送りいたしましょうかって言える声さえ出りゃ。ほんまにやってますよ。すごいですね、当たった人すごいですよ、はい、当たった人は何やねんお前交通事故起こしてたら言うなお前なあ、事故ってるみたいに言うなよ森田凛さんに当たった人が、あれってならんねん。いやすごい、全くならないし。あ、そうですか、うん、別に声を変えてるわけでもないよ。別にそこまで声の印象もないのかもしれないですけど、かぶってるわけでもない。かぶってないよかぶっちゃいない。かぶりたいよ、なんか帽子をこうやってね、はい、なんか かぶりたいぐらいやけど、かぶってもないんだよ。その支給をされてスーツみたいなのを着てるよ、オーバーサイズのスーツ。あ、そうなんですね、うん、なんか制服として着てるんだけど、はい、それは着てるけど、別になんかこうね、その帽子が欲しいけどね、本当に。だからぽくなりますもんね、もう。そう、帽子かぶせな、ね、そうなる。でもなんかね、こうなんですけど、難しいのが運転をずっとし続けてるとダメなんですよ、はい、でちょっと合間に1時間もしくは30分ぐらい休憩しなかったんですよ。車乗ってて休憩する場所なんかあんまないやん。あ、確かに。止めてね。でもそのそれをじゃあどこで休んでたかとか、どこでどうやってたかとかは全部出んねん。あ、今もう車がここで休んでますよと、あなたはここで休んでましたねっていうのがもうデータで全部出んねん。あ、すごい。ここの時間帯は車が走ってました、車が止まってましたとか、で、まあ、いわゆる GPS が積んであるから、どこでどこに行ってたかとか全部出んねん。もう変なことできんよ。なんで変な変なこと、なんで変なこと、いや変なことしようとしたわけじゃないよ。
変なことしようとしてきたわけじゃないけど、時折見いひん、時折ほっと時折、ラブホテルの駐車場にタクシー、時折よ。いや、ちょっと見る機会がない。あそこのアルプス、アルプスで、アルプスってどこにある？アルプス、あの L 字形の裏っかあるとこ、でっかい、いや、あんなとこタクシー止まってない、タクシー時折止まってない、ナンバープレート隠して時折よ。あんなもんどうすんのやろと思うもん。30分かなしく、まあ1時間は休憩してくださいっていうね、うん、あ、まあ休憩ですもんね、休憩、まあまあね、そのおそらくよ、その宿泊はしてないよ、確かにね、うん、休憩って書いてありますもんね、休憩って書いてる、だから別にそれはタクシー会社に怒られないですよね、怒られない、1時間休憩してるから、休憩です、休憩してるから、ただどこで休憩してるかが分かってもある、ほんまはもっと調べられたら、何号室、いやそこまでは分からんやそらそこの場所は駐車場止めてとかいうことは分かるけど、何号室何号室も分からんから、あんまりね、そどういう、なぜタクシーで行くのって思うよ、よほどのことなんじゃないかなと思うね、まあ、タクシーで行くって、まあ、乗せたお客さんとなんかね、ねえ楽しそうやんか、その楽しさがそんなあったら怖いないねんな、ないねん、それ期待してますか、いやもうゼロじゃないよ、なんかじゃあなんか人に喋った時に、人に喋った時に面白いエピソードあるやん、こんなところで言わへんけど、実はこないだっつって、はい、ね、そのなんかたまったら分からんけど、分からんけど、もしかしてそういうことがあったとしたら、まあそれはそれでまたちょっとした、まあまあなんていうの、私なりのこうエピソードとして喋れるやん。いやもう今なんかもうそんなことが起こったら、もう私も周りの、ノブちゃんアホやなっていうのがもう想像できる。もうそれさ、ナオミちゃんしか言わへんやろ、ノブちゃんアホやな。もう一人いるんですよ。あ、もう一人いるんですよ。吉田豊さんの、ノブちゃんアホやな。ねえ、ほんとね。で、まあ吉田豊さんよりも多分おそらくあなたのお姉さんの方が言うんでしょうね。アホやな、あの人って。ほんとね。夫婦で心配してます。なんで、何をして、私心配されること一個もないんですけどね。ありがたいです。まあまあね、不安定ですからずっと。あのインスタのなるもの食事とかあるじゃないですか。はいはいはい。でなんか準備してる時の顔がもう鬼みたいなんですよ。ね。それを見てお姉が心配してました。ねえんからね。まあでももう最近はそれを指摘、それを指摘されてからもうメガネをかけて。あ、こうなっちゃうんですね。そう、あ、見えないから、そうだから、もうちっちゃい字なんてもうこんなのある、だから今まで全然見えてたんですよ、何でもかんでも、あ、もう本当に何でもクリアに見えた、見えてないものがないぐらい、もうそれぐらい見えてたんですけど、もう今はもうで分からん、目見えへんけど目悪いとこうやってなってやるじゃない、で、あの、何やろ、その、まあ私もこうやって表情がちょっとね、まあ、いかつめというか、あまりよく、まあ、良い印象をお届けする顔じゃないので、こうなってしまう、だから、まあ、あまりこうし怖い顔してね、よそ歩きなよってよう言われたんですよ、社員さんからも注意してました、あんたえらい怖い顔して、あいつだな、何してん、いや、もともとだからそうやってこうやって睨んでたりとかしてたんですよね、でも物を見るときにそんな風になってなくて、こうやってにこやかにこうやって見てたわけです、今までそれがもう見えへんから、バーってなってくるから、スマホのカメラがもうほとんど見えへんもん。見えへん。あ、でも iPhone ってね、うん、あの、文字大きくできますよね。大きいできる。いや、それも何でもできるんだよ。スマホでも何でもできるんだけど、ガラケーでもできたんだよ。文字大きくするじゃない、はい。文字大きくしたら何が生じるかっていう。で、マジで、ね、濃くもしてるんですよ、文字。ああ、はい。ほんで、この間ね、かみさんと実家帰るって時に、あの、かみさん、にはいついつって言うてて、一緒に帰ってた時に、ちょっと待ってよと、俺かみさん連れて行くって言ってたっけと思って、でバレんようにこうやって、今日あのかみさんも行くけど、あの、大丈夫やねみたいな、食事人数もみたいな、と、あ、大丈夫、ちゃんと聞いてるから、なら、何やった言うてんかった、いや言うてん、え、何やねんっつって、いや俺もこうやってこそこそやってんねん、な、文字でかすぎて丸目やで。
濃い濃いだからもう横から丸見えなくらいものすごいでかい字になってる。知らんやん俺、それでも見えへんねん、こんななってまうから。そうならんようにしてんのにそれでもなるから。おじいちゃんとか丸見えですもん。丸見えやじじい、すっごいでかい文字で、うん、ラクダ本とか、うん、もうだから3文字ぐらいで開業してそのぐらいのこれぐらいの文字、うん、文字な、まあなってくんねん。メガネなくて見ようと思ってそうなってくるんだよ。あ、確かに最近めっちゃメガネしてありますよ。もう見えへんもん。え、これはコンタクトではない。いやないないない、いやだからこれ、はい、もうどこに忘れてどこで捨ててもうてもええぐらいの100均の老眼鏡。100均こんなんあるんですか。100均よ、ちゃんとこうバレも聞いてバレ。わー、なんかすごいですね、はい、でこの間なんかある先輩とこうやってなんか帽子かぶってるし、そのまあどういったことがよくあったから、おなすって言って帽子脱いで挨拶せなあかんと思って帽子脱いで挨拶せんけど、こうやって目が開けて、あ、おなすって俺これいないんですなんでか知らんけど、いや俺って分からへんかったらあかんからっていう意味はあって、な、別にこれをかけても失礼でもないけど、あ、おなすって言ってなんだろうな、なんだか癖やね、なんかだから帽子かぶってたらこういうのにおなすって言ったらどんだけ外すんだあいつそのうち服まで脱ぐんちゃうかいなんてしまいそうですけど饒舌ですね。ありがとうございます。お酒が私をこうしてくれる、はい、ありがとうございます。今年どうですか、はい、今年は。あ、今年はそうですね、まあね、新年明けてやっぱりおめでとうと言える状況ではなかった。だからそのね、皆さんにはどんだけの感じで、まあ、伝わってるか伝わってないか分かんないですけど、まあまあこのYouTube、 私の YouTube では新年一発目必ずマミちゃんでスタートってね言っていただいて、で私もお願いしようと思ったんですけど、まあ、ある方からね、はい、どうせ新年一発目はマミさんなんでしょうと、うん、ね、そのつもりですけど、いや実は私行きたいんですけど行けないんですと、ね、私はこの番組というこの YouTube はファンの方に、少ないファンの方にね、ごくわずかなね、類まれなる、ね、もう稀有な人たちでなんかこう成立してるので、そういうファンの人たちの声になるべく耳を傾けたい。そしたら、行けるとなったら1月25日になんで、その日にぜひマミさんをとね、なんともう何でしょうね、こんな予約はあんのかっていうねそんなオファーかけられたことないけどなね、そのだからこの人出てほしいですとかっていうのはよく、まあ、いただくんですよ。でそういうのもいただいたりしますけど、でもいずれ呼んでくださいよ全然お答えできますけど、はい、この日にマミさんお願いしますみたいなね、もうなんかすごい接待みたいな、まあ、ありがたいですね、リクエストいただいて。で私はそういうとこ結構天の弱だから、いやそうはならないですよと、そんなうまいこといきませんよというつもりやったんですよね、はい、でもその新年一発目にそれでも呼ぼうと思ってたら、やはりねこの度ね年末にすごい大きい訃報がありましてね、マミさんもね、もうあのお兄さんすみません直接言っていただいてましたけど、ちょっと無理そうですと、新年一発目でね、やっぱそのね、こうメンタル的にもね結構そうですね、まあでもすぐ連絡いただいて、まあ、逆に言うとえらいしんどい時にごめんねと思いましたけど、ああいえいえ、はい、私はアホみたいな顔して健太君と飲んでる時でしたからね、はい、お電話ベロロベロロでしたけど、はい、でもその電話ですいませんって言って、あ、はい、そうそうやなそうやな、もう分かってるよって言って、はい、大丈夫です大丈夫です大丈夫ですって言って、はい、ほらほらって切って、次の日にあの LINE が来て、マミちゃんごめんモルテンラブヨシー